おはこんばんにちは富士アワ火曜日始まりました、はい、ノーブレイキの歩元ノーブレイキブーブーとガナハベース2周年おめでとうございますありがとうございまーす,でますよろしくお願いしますはい、えー、ガナハベースが皆様のおかげで2周年を迎えましてですねもう2年なりますか早いもんでねうん長いようなね どどっちどっちち、えー、もう迷路会見と言いますかねもう二日酔いがすごいああまだしてる <laughs> マジハングオーバーやばい抜けん何時まで飲んでたの覚えてないんですわええー、あのスタッフというか皆さんに聞くと、うん、お店10時にオープンじゃないですか夜の10時はいで、朝5時までなんですけど、はい、僕もう2時にはいなくなってたそうですねえー、いなくなってた僕ホント気が付いたら家にいたんですよ <laughs> <laughs> あそんなことがありますかそんなことがこんな症状はよく出ますいやないもうほんと初めてあそうはい <laughs> <laughs> いい,い,い <laughs> じゃあお酒だったんですか、ね、いやもうあのお祝いのお酒でシャンパンいただいたりとかもちろんしたんですけど、うん、途中でねあの僕がいつもお酒を発注してる宮里洋酒店さんってお世話になってるやつがあいつかね 鉄太郎ね鉄太郎がね同級生が働いてるんですよ酒屋でね営業部長なんですけどこいつがテキーラをボトルで取り上がってねショットじゃなくてちっちゃいショットグラスじゃないんですよボトルであの神様にお供えするようなグラスじゃないですう、あれじゃなくてボトルで入れ上がってだからそいつの席には常にテキーラがあるわけですよねテキーラおじさん状態だ目があったのもテキーラですよねええはあさい 40何度どすもう熱だったらもう入院だもんなほ、うんとよ <laughs> えー、<laughs> ご祝儀だから突っ込まない、うん、いやまあお祝いだからあれだけどね <laughs> 飲んだのテキーラテキッタのテキッタねもう8リッター飲んだんじゃないかな嘘つ,嘘つけだろ <laughs> お前 いやもうマジで相当飲んだありがたいけどねほんとはお前昔の彼女とかに電話してたんじゃないですか酔っ払っていや僕絶対昔の彼女に電話しないですよ <laughs> 酔っ払ってよくやるやつあるでしょそれはもうほんと愚かな男であるあるだから僕も昔の人の連絡先知らないですよ <laughs> あ,あ本当ですか酔っ払ってそういうことしないように覚えてないとか言って今ガード固めてるわけじゃないですねどこにゴールがあるお前そのいじりの <laughs> <laughs> お前かなんだって いや本当に覚えてないき,きれいさっぱり覚えてないってことなかなかなない、ですかない俺もない,いや、結構飲み潰れることはありますけどと、うん、ところどころろどはちゃんと覚えてますからね年取、まあ、ってって言い方もまだあの早いとは思うんですけど、うん、30代超えてから、うん、やっぱ抜けないね、お酒が二日酔いもそうだけど、うん、そうですかあ、まあ、テキーラとかシャンパンとか飲まさせてもらうとね、うん、それは強いやつですから。 これ、いつまでやってるんですか、2周年最適なのは。あ、もう終わりです。え、ワンデイワンデイです。まあ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 、1日だけ。まあな、何日もやって、大変だもんな。迷惑じゃん。誰にいや、こっち側はいいんじゃないえいや、だって、なんかプラン良かったさ、すごかったんじゃない ?1 年目はさすがに大きくさせていただきましたよ。1年だから。あの、3Days。 スリーデイズでも2年目はなんかね1350って感じじゃないなんか2年目をまあ大きくするのもよくないかなと思って、うん、まあ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 ,あプランはオリオンドラフト、うんえー、オールタイム100円これないいな、うん、で、えー、<う>最大6時間飲み放題3000<わ>円ああ最高、うん あとうちの嫁が作っためぐちゃんカレープレゼントああ美味しいカレーなしいあ持ち帰り可能なんすか持ち帰りはあのいやプレゼントお皿ごと持って帰ることは可能ですけれどもそうですかいや覚えてないんですよねだから後半あそう虹だ何名ぐらい来たんですかそれもだから分からないんで知ってる方もいや知ってる方もいっぱい来てたでしょだから俺今のお店の LINE があるんだけど はってて起き昨日何時スタッフに聞いた二時ぐらい。ですよってと思ってあと3時間あるじゃん。あ閉店までね。ごめんってなってで誰が来たか覚えてないからってことで一応連絡してくれと覚えてたら。ああ誰誰俺も言わないといけないし同じ飲食店で俺のね俺の乾杯も行かないといけないですからそう僕いなくなって清作さんとか来てくれたみたいでへモンゴル700の。え

初恋のね。うん。初恋ミソマニオンの。あとガッチャン来てたね。えガッチャン。あギガッチャン。グッドナイトの。グッドモーニングね。いや、ナイツみたいなボケ方すんな、お前。ああ、ガッチャンもオリジンの後輩も来てましたか。いろいろ来ていただきました。お花も大きいお花もね、いただいたりとか。ええ、どなたからえどなたからあ、お客様です。なんかラジオネームとかないんですかその方あ上田雄三さんですね。 さいや、上田雄三さんっつってるお前、ミキさんね。言わんでいいよそれ。いや、本当にね、ありがとうって言いたいただ、二日酔いがすごい。どういう症状になります、二日酔いって。ええ、だからもう、僕はもう、はぁっすよね、もう、はぁ、はってしたくなる、口の中が汚いというか、ああ、口の中嫌ね、歯ぎしりもしたくなる、歯ぎしりしたら、歯の摩擦力がない。 状態。ちょっとわかんないですけど。ただ、歯の摩擦力がいつもより。ない気。吐き気は。吐き気はそんな,にな頭<痛>。頭痛はある。時もあるよね。噛むか,むか、お塩さんはどういった症状。うん、僕もあんまり二日酔いするほど。あ、お酒飲まなくなったんですけど、でも、まあ、うん、あの、ず。 頭痛とかねね吐き気はあります最近からちょこちょこ言ってますけど右足の痛みねああ、痛みっぽいよね右足すねの痛みがひどいかな怖いな僕はだから二日酔いあるじゃないですか頭痛吐き気だるさもう一個ついてきますからね筋肉痛筋肉痛アルコール性の筋肉痛があるんですよ調べてみてください本当にきついいでですす触っても痛から 痛風的な感じなんだいやもう筋肉痛ですあのねあのー、筋肉痛ですねわ <laughs> かりましたでもうじゃあ今その状態なんですねもう来ますえ <laughs> ちょっと自慢してるからねいやあのー、もう俺寝てねえんだよ状態ですよねいや寝てますだって昨日2時に帰ったか <laughs> そうなんだけど <laughs> もうつ大変だったわ感出てるよねありますでしょアルコール性の筋肉痛あるんですじゃあ今だからその状態だっけいやまだですまだですってどういうこといや来るんです余韻があるん分かるんですよあ,あ酔っ払ってはしゃいだ後の筋肉痛みたいな違う違う体動かしたとかそんなんじゃないのよ、えー、あのホムスアルデヒドみたいな成分があるわけああお酒の中にお酒の悪いやつね、うん、肝臓というフィルターを通してその何とかアルデヒドっていう悪いものがああ,あ,あ分かる分かるを出すでしょ こいつがこいつが良くないんだ排出できなかったら二日いになるんだよねでこれがね僕の筋肉にいたずらをするらしいねへえ体に残ったお白さんネットで調べたんだけどホムでアヒデヒロ調べてますアルコール筋症とははいそうそうまあお酒が筋肉を破壊しているそうなんですアルコールの過剰摂取により筋繊維が破壊されるために起こります古くから えー、イン？まあお酒を飲むと、うんえー、筋肉を破壊することが知られていて、急性アルコール筋症ミ、ミオパチーと呼ばれています。ミオパチ、うんえー。ミオパチよ。へえ、ミオパチ。ジムで体を追い込んだ後の筋肉痛のような感じになる。ミオパチ？<laughs> ミオパチ本当にきついんですよ。だから僕、えー、今はまだ大丈夫なんですけど、うん、これからどん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 体がもう重くなっていくし。うん よっちゃう,よっちゃうよパチしなるほどね、えーまあ、お酒というものはそもそも体内,体,外体内から排出したいから、うん、それを取り入れることでアルコル、えー、肝臓が活発化します、はい、その時に体内の水分とかビタミンを使って分解しようとするんだけど、うん、それが不足してると、えー、筋肉痛になると筋肉自身、ね、が破壊されます。 なるほどアルパチーでしたっけのお酒すごい飲んで寝たりすると喉乾きますもんね乾,<く>乾きます二、うん、日酔いというのはある意味脱水症,症状みたいなもんらしいので水をやっぱり飲まなきゃいけないんですよこれもう僕いろんな人に言ってるんですけど言いましたっけここで汗と塩分のこの違いというか運動したら水分だけ取ったらダメっていうじゃないですか 塩分も取らないといけないじゃないですかあれなんでか分かります分かんねえああそうなんだいえや教えてって言わんと分かんねえ知りたい知りたい知りたくないですじゃあ教えましょうかまず汗汗出るじゃないですか汗かきましょう汗かくでしょまず汗が水じゃないさあの塩分というかねしょっぱいでしょまずこの体液自体にこの塩分と水分の比率があるわけはいはいはいゴーゴーとしときましょう じゃあ10リリッットルののまままあまあ1リットルの汗かきました、はい、1> で水1リッター取ったら塩分足りんわけよ5合で割らんといけんから体の中で5合にしないといけんわけだから体が「いやいやちょっと水多いなもうちょっと塩分ちょうだい <laughs> 塩分ないの <laughs> オッケーオッケーじゃあもう水捨てるわ」っつっておしっこが多くなるんですよへえ あじゃあ余分なものなんだねそうで逆に言えばラーメンとかさ濃いもの食べたと喉乾くでしょそしたら「いい塩分取りすぎ塩分取りすぎ水水で水で割らんと水で割らんと」っていうことで水飲みたくなるんですよへえ何の話待て待て今僕じゃあお酒とかもそういうことじゃないですかつまりバランスが悪くなるからお水もちゃんと取っていないといけないと僕 だからその二日曜日起きてからしこたま水飲んでるんですけど、うん、全然おしっこ行きたくないんですよだから多分こうあホモデアヒデヒロなん <laughs> でしたっけ誰かそれを飲んでる時におしっこで排出するために <laughs> 間違いなくゲイだよな <laughs> ホモデアヒー <laughs> デヒロはヒヒロを排出するためにしっこいっぱいするさ だからまだしっこしたくないってことはまだ水足りないんだだから摂取したホモデ・アヒデヒロに対していやホルムアルデヒロがだから排出する水分が足りないから朝起きた時に欲しくなるんじゃないだからまだまだじゃ全然足りないんだ俺ホモデ・アヒデヒロがもうまだいるわけよだから水分取ってただ皮肉なもんですなという話なんですよ皮肉と言いますと二日酔いの時って食欲もないしない でタバコも吸いたくなくなる吸いたくな何でもおいしくなくなる二日酔いで苦しいときって、一番健康に近いんですよね。健康な体になろうとしてるのは苦しいね。皮肉皮肉だろ。だからずっと二日酔いであれば皮肉ボタンってあるんでずっと二日酔いの状態を維持すればタバコもやめれるし、本当に嫌なんですよ、タバコだからダイエット、まあまあ、ちょっとしたダイエットにもなるし、食事制限的なね、健康体になるんじゃないですか。 まあ、二日酔いがねまずそもそもよくないからな二日酔いの時はパフォーマンスが下がりますからね、うん、ただおさ車飲んでもダメですからねホームダーヒデヒロが体内残ってたら、うん、いやホルム,ホ,ムルホルムアルデヒドな、まあ、まあ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 、うん、これぐらいにして文禄、えー、さんから追加キャで、うん、ホルムアルデヒドってシックハウスの原因よねホームシック シックハウスってホームシックっぽいなどなんですかシックハウスってアルコールではないんじゃないかなシックハウスってなんですかシックハウスはなんかあのえそういう化学薬品とかによってえ起きるいろんな体の不調ですへえ俺さんこんなの分かるんだ文禄さんです文禄さんかじゃあ俺さんのほらこれがあるから 九九しかしの俺さんからですねまたまたうまい棒をたくさんいただきました、うん、これ食べてほらホームであのシックロックを排出したらいいじゃないめちゃくちゃだな、まあ、要はお家がすごい新しかったりするとペンキやらなんやらね、はい、いろいろ薬品とか使うでしょ匂いしますねそれ,、えー、それでまあ体調が悪くなったりするのがホルムアルデヒドじゃないかと言われているあまあまあまあ、うん 日本人ですからそういうこと別にしたためる必要ない横文字はやめましょうもうこれぐらいにしときましょうご本指さんからメール来てますはい俺も飲んだ翌日の夕方筋肉痛するよああほらこれは何でしたっけアルコール筋肉痛アルコール性の筋肉痛ですきついですよあれまだ若いのかもねブーブーさんとか大塩さんはそうだねうんミオパチー未経験ですあそうかそうね はいえー、ツイキャスでもコメントいただきました文禄さんからメール来てますえー、おはこんばんには。 えー、歌謡サイレントリスナー遅れてきた文禄ですいやいや喋ってる、えー、小刻みインディアンの木曜オリジンアワーが終わって金曜オリジわアワーにメールを送るのも尺なのでま、ね、気まぐれで火曜日にメールしてみましたあ,ありがとうございますこういうことなんですよねお笑いの業界の今沖縄お笑い業界の仕事の振り,振り方って <laughs> おどういういことですか、ね、か小刻みインディアンさんが今卒業したから、うん、例えば小刻みインディアンさんで手いっぱいだからっていうところで僕らの仕事が回ってくる状態なんですよ <laughs>、まあ、早くね <laughs> 芸人も卒業してほしいなみたいなそうですねいやいやそれはせあの<笑><笑>もっと下のものにねかといってまあビッグ3が引退したところで我々に仕事は来ないですけどねあのシャンパンタワー状態なんですよね <laughs> お,お仕事ってまあよく言われるのが「椅子が埋まってる」っていう表現がねそれぞれその椅子が座る椅子が1個しかないのでということでこ木曜もそういえばどうなんですか木曜日 <ん>木曜日。あ、うん、新パーソナリティですか。新パーソナリティというか、はい、木曜日、あの枠はどうなるんですか。もう今。調整中ですよ。今調整。何も決まってないですか。何も決まってないですよ。だから、またあれが始まるんでしょうね。きっとトライアル的なもんが。あ,あ,あ,あ、まあまあ、オリジンアワーが。あのー、芸人同士が。いや、逆に。落とし合う、チア、チアリーディングと一緒。もう落とし合いですよ。<laughs> いや、別に。それの代表がチアリーディングではないだろう。<laughs> ね。 いや分からんよもうケイシー高飛車さんの別番組が入るかもしれんし、うん、<laughs> いややめたよもう一回 <laughs> いやいやまあもういろいろで一回終わったんだいろ、ね、んな人つ引き連れて新しい番組になるかもしれんし,しん15年はすごいですね15年考え深いもありますね、うん、本当に15年ってだから0歳が15歳だぜ単純に <laughs> まあそうだけど、えー、ごめん1回ちゃんと考えよ十15年15年15年前何してたかってえー、今32だから 17?、うん えー、バイク乗り回して北部一緒だろ無駄にいや俺はボランティア活動してたかな <laughs> 何が面白いのそれ <laughs> ジャンル何それ海ミガメを助けてたあ海とかいやとりあえず遊んでたよね遊んでたよもうバイク、うん、そっからやってるんだからねうんそりゃ長いよ寂しかったんじゃないですかお師さんもそうっすねまあつぐに泣いてたいみたいですね

っていう感じです木曜日だけがぽっかりなんか穴が開いたような感じに本当ですねこのあと後続者というんですか嫌だな木曜日の後は嫌よ嫌よ本当木曜日の枠も完全にオリジナル関係なしにしてだから火曜日を2回やるとかオリジナルはツイキャスで L サイズ大森さんから木曜日はワニ先生かなあ逆に こんなことをうかに言うと僕採用したりするからやめた方がいいですよ。一時のい嘘でしょ、ワニ先生。でも誰かと一緒だったら面白いと思いますね。まあ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 、同じ話はいいんですよ。違うんですよ、まだメール続きありますからああ、そうかそうか。嫁の文禄さんからですね、嫁の職場の近くには弁当を売る車がたくさん来るそうです。パレットらへんかなでもおいしい店には人が並ばず、そうでもない店の方が行列だそうです。 あ逆にかなま、ね、行列のできる店は胸元がざっくりと開いた服を着た30代ぐらいの30歳ぐらいの女性が販売しているのでスケベ野郎が並んでいると言ってました <laughs>、うん。あるよ絶対あるそれはあると思う。お三人さんは、えー、江本明さんにのおばちゃんの美味しい弁当屋とざっくり胸元の開いた花の穴の小さい竹内悠子の弁当屋にの、えー、弁当屋どちらに並びますか教えてください。ではまた。やっぱ竹内悠子のに並ぶけど。<laughs> 結局、うん、竹内結子さんは弁当作ってないわけいや弁当屋からこれを持ってきてるさああなるほどその弁当を作ってる人はどうせババアなんですよどのみ店 <laughs> <悪>もババアが作ってるんですよあママの味ですよママ母ちゃんの味、うん、だやっぱり誰が作ってるというかママ年配の方が作ってるんだったらやっぱ売ってる人は綺麗な人がいいよねお前おにぎり握ったの人が逃げたの食べれない人食べれないえっ、ー、キモいデボーのくせに <laughs> えー、<laughs> 俺お前は食べれんといけんだろ見てなかったら食べれるよもう見てしまったら俺ビニールでおにぎりやってるのも食べれないえー、なんで <laughs> このビニールも化学製品でできてるからだからだ,よ <laughs> だからってどういうことだからだよ <laughs> いや大城さんはおだから誰が作ろうが別にいいんだよね俺まあ別に 大丈夫ですよ俺みかんの皮むこうかっていう人も嫌いだわけよそんな人いないよいや嫁なんだけどいい嫁さんじゃないですかだって沖縄の言葉で「ティーアンー」ってあるじゃないですかはい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 うい味合いで手の油も加わってるっていうこといは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 いいは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 いういいはいい なんで指で触るんですかって思いますけど <laughs> それとこれとはまた別じゃないですかやっぱ一緒なんですって一緒じゃないですって<ら>じゃあおにぎりはどのように作ってくれたらブーブーは食べ,<れ>食べるの見えないところで作ってくれれば <laughs> なんでや隠れておにぎり握らんいけなき <laughs> ちょっとおにぎり握りますのでこの襖開けないでくださいね <laughs> 状態もうあのさ いいやわかんないイメージだけどじゃあ握ってるさか頭かゆくなったら描くわけでしょああこのちっちゃいもう面積を縮めて <laughs> 描くけど <laughs> 描くさなるだけ爪で描こうとするさでも結局この爪は米粒につくわけでしょ家族も嫌なの家族も嫌僕だっておばあちゃんが手濡らしてさ冷水で手濡らして、うん、こうおにぎり一生懸命じかで握ってくれるのとか美味しいじゃないですかしょっぱくてちょっと、うん、おばあちゃんの味、うん、自分で握るの ま自分で握るのは全然大丈夫です完全にコントロール下にあるから大丈夫なのかおにぎりをコントロールするって <laughs> どういう表現なんですかおにぎりコントロールでいやもう子供のでも僕ダメですからよだれとか ええー、僕子供のよだれ集めてますけどね <laughs> 収集か未来は仕掛け婚 <laughs>、ね、絶好調だもん、まあ、それ <laughs> 関係ないもう人のものでももう全然ね長女のもあ長女でももうあのちょっと大人っぽくなってきてるから小学校上がってますからあのねうんこしっこはちょっとあれですけどまあなあだからうんダメよちっちゃいだ十ヶ月ね赤ん坊の うんここしっこそのの物的なもはは全然ですよ僕はうーんいやね俺だからね前も言いましたけどしょう油皿が重ねられてるのも僕嫌ですからねああいや細かいね本当にねあんたは居酒屋さんとかで<ー>紙コップもだから嫌ですから何でも最初からつな連なってるのってあそういえばあのそうそうそう子供の話思い出したけど、うん、寝てたらねあ,<っ>10ヶ月あれプロスケータープロスケーター久しぶり <laughs> どうしたん <laughs> リスナーさんいつもトマトくれトトマのおじさんだよ。おじさんじゃない兄ちゃん。トマトの兄さん。ステップワゴンも買って。あー金持ってきになにけど。これ何おっきい段ボール持ってきてますけど。心なしかワクワクした。え、ちょっと見せてんだか。これ俺らにじゃなかったらデジーだよ。なんだろう。いやいつもトマトくれるんですよ。捨て犬捨て犬あー、プチトマトフルーツトマト普通のトマトあ、でも前より小ぶりだよね。ちっちゃくない そう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 レじゃ入ってきて入ってきてありがとうございます本当にいつも直接また届けてくれるなんてねあでもこのトマトちょっと食べれんかもしれんな衛生的に <laughs> いや何今ままこういう話したんでねああ帽子もトマトの帽子 <laughs> い,いいや被、ね、<laughs> かぶすねかぶすね トマトの帽子。トマトの帽子ってイメージ。こっちで一回見ましょうか、トマト。ありがとうございます。リスナーさん。ありがとう。お、おのお父さんがね。好きな。農園。れ農園。の農園。おお、また違う、やっぱ小ぶりですよね。すごい。もう終わりなんだ。 ああなるほどね旬は過ぎてるとああ可愛いおっぱいみたいなトマトあ可愛い美味しそうこのトマト本当におっぱいみたいなトマトこれもう生でガッといけますちょっと行ってみじゃあいただきます平気じゃんしかも自分のスーでこすってるけどこいつ本当になんかいただきます汚いのか綺麗好きなのかわからんわうんあ美味しそうトマティ合ってる表現 トマティうまい美味しいモカジューっぷり美味しいんだよねこれ美味しいそうありがとうございますいただいていいんですかこれこの百個ぐらいなこれこれあマジありがとう妹妹さん元気あ元気だから今東京行ってあそうなんだ妹さんが 血繋がってたっけ。<laughs> お前、みんなお前みたいな境遇と思うなよ。<laughs> みんな片親と思うなよ。<laughs> すごいですよ。今あの映像でも出させていただいてますが。すごいな。このトマト。映像綺麗だね、うん。トマト祭りです。本当だ。きれい。俺、トマトを <laughs> パンしないでくださいよ。<laughs> トマトなめの俺パンやめて。<laughs> ええー。美味しい。ありがとうございます。本当に。酸っぱくない。 みずみずしい程よい酸味と甘み甘みもでもそんな強くないほんとトマト酸っぱく酸味もないし甘くもないトマトって食ないだろお前食べてみ食べてほらほじゃトマトの味ちょうど二日酔いですからこのリコピンリコピンあこれプロスケーターも食べた毎日食べていただきますん なんか沖縄の人が海入らないみたいな感じでトマトはもう食べないとかないんだけど <laughs> そう、ね、もう毎日見てると <laughs> そ,うそうだよねあもう、うん、いい女と一緒だ <laughs> トマトと綺麗な女性どっちと結婚したい <laughs> 綺麗な女性とやっぱそうだよねそりゃそうだよねいただきますあっおいしい,おいマジでおいしいでしょだから甘くもないし酸っぱくもなくてトマトの味でしょトトマトの いや、嫌味がもうない。ありがとうございます。マジうまい。え、ちょっと待って俺が下手くそみたいな。<laughs> フルーツトマト。え、普通のやつですよ。あ、まじうまいんですけど。これが。日本人特有の旨味ってやつですよ。え。旨味を感じることがで、<ー>旨味。え、外国の方。ない、ない、ない。あ、そうなの。旨味成分。えー。 大と小を同時にできるみたいな日本人とこれまたリスナーの皆さんに差し上げますのでそうそうここにね前回も置いて迷ってる時は気持ちすると思うんであっそうなんだあのあとトマト購入した方いや特にきますたまあまあまあまん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 ままんんん ね、続けること、この寄付は続けること、プレゼントは続けることが大事。ね、トマト、マジう名。トマト以外は何か作ってるの?。うちミニトマトとあとインゲン。インゲン、インゲン、な。インゲンう天ぷらね。天ぷらにし持ってきましょう。天ぷら嫌じゃないから。インゲン嫌だから。いや、美味しい、ごちそうさまでした。あ、うまい。 よっほど置いておきますのでリスナーの皆さん <laughs> 100個ぐらいあるって言ったけどな俺 <laughs> じゃあ一度 CM に行かせていただきたいと思います、うん、皆さんからのメールもお待ちしてますメールアドレスがオリジン「@FMNAHA.jp」すべて小文字で「origi」の「@fmnaha.jp」となっておりますので,で送ってくださいそれではコマこ,この番組は良い品をいつも安くビッグワンの提供でお届けします <music> いや、叫んでも無駄ださあ、悪いことをしてやるぞちょっと待てーああこの声はちょっと待てーすぐ行くからな今ビッグワンで買い物中だからはい、お菓子もラーメンも安いなまだですかもうちょっと待てーそういえばシャンプーも気ですよなすぐ行くぞ洗剤も安いないや、早く来い良い品をいつも安くビッグワン はい、オリジナルは火曜日生放送でお届けしてます、はい、今日は差し入れもいただいております旧ぐしかわの俺さんから、えー、うまい棒,うまい棒そしてプロスケーターからはトマトあり、うん、ございます <laughs> <礼>あ,あれよ、本当にね、うん 帰ってもいいですし、いっといてもいいです、ので気にせず。いや、本当は、だから、差し入れだけして、この後予定あるかもしれないから。ああ、確かにね。もう時間あれば、ぜひ、観覧してってください。はい。ええ、次が、すうちゃん、久しぶりにリアルタイムで聞いてます。はい、ありがとうございます。ええ、とんこつゆうさん、さささ、飲み会だけど、聞いてます。よく飲むね。飲んでないんじゃない、本当は。だからさ、多分、な、リア充ですよ、感出してるんだぜ。だから、あの、メールの続きですよ。 あまだ文禄さんのメールどっちに並ぶかって話ですよ江本明さんと竹内さんいやだから僕はもう綺麗な方ですよ、うん、俺は関係ないねだって俺江本明さんも好きだもん待て待てお前どっちがいいですかっていう質問で <laughs>、うん、俺は関係ないねはダメ俺も関係ないよ別に <laughs> 食べたい弁当のところに俺は並ぶよ <laughs> それを聞かれた答えを俺は言っただけなのに関係ないこの話は関係ない俺には <laughs> じゃあいや最初から言え <laughs> 最初にお前それ答えとけ 弁当好きなんですよ僕いやそも,もそも昔から一人っ子だったもんですからあのこ,この,こ,のこれはここここはここみたいなミートボールは右下とかってことそうそうそうなんか物<ー>の,の住所が決まっているんですよ好きなんですよ物、うん、の,の住所が決まってるものがだからお弁当とかもうとっても好きご飯の部屋みたいな、うん、説得力なかったな、うん、なんていうのただよ じゃあお弁当で高級弁当じらしてる弁当あるさんか小分けのやつがうんあっちゃいますがはいはいはいのうち弁当的な感じいはいはいいやつですはい十二はいはいそんな資産12みたいなのあるもう横4縦マインスイーパーみたいなやつそうそうそうえあのほらパソコンの爆弾をしたらバンって一口のものがそれぞれ乗ってるみたいなうんまあまあ見たことはあるねあれは嫌い じゃあ好きなだお弁当の具材性能で言いませんググググというか何でもいいだミートボールだったらミートボールいろいろあるでしょありますお二人もハンバーグいやいや <laughs> ハンバーグプロスケーターさんお名前何かありますラジオネーム L サイズ大盛りあ L サイズ大盛りさん,りさん全然 L サイズじゃないですよ <laughs> お L サイズ大盛り 食べる人かもしれないから。ああなるほどね。なるほど。全然初めじゃあ大森さん何かあります？好きなお弁当の具材。ポーク。あポークね。カリカリがいいですか？カリカリ系ですか？あ分厚い系どっち？カリカリ系か。ありますじゃあ,あじゃ正ので行きましょう三人正。これ当たったら何？当たったら僕がそれ買ってきます今。本当？ 今じゃないですけどはい。不才だよね。はい。ああ正直にごめんね合わないやみんなと。はい。多分俺も合わない。俺も合わん。いくよ。せーの。チキボえ、クーブイリチが聞こえました。お、クーブイリチ聞こえました。チキボンも聞こえました。なんて？チキチキボーン。一人呪文唱えてるやつがいたけど。え？チキチキボーンわからないですか？え？わからないですか？小学校の時に。プロスケーターわかるよね。 チチキチキボンちょうどあの塚田の小学校の同級生にチキチキボンってあだ名の名 <laughs> いた <laughs> 僕が名付けたんですけかわいそうにああこれかこれかそうそうめんだよこれなんてなんていうのまあフライドチキンあのね骨が細いもんですから、うん、手,羽手羽先の,手羽,先の手羽部分だけをさらに切り取ったぐらいのサイズですよ、ね、あそこなんていうんですかね、うん、くんあ大森さん,ん、ね、大阪からあお

なんかボールに入れたポテトサラダ、一人配ってそうですよ。ねマミーのね。マミーの。ポテトサラダを。ポテトサラダ。をうってこうやりそう。今日思い出してる。あ、どうも、ありがとうございます。いや、近いな。この距離で見ていただける。ありがとうございます。マカロニサラダは、もう結構レアですね。マカロニ好きっす。僕も、あのフォークの。 一つ一つにマカロニを刺して早く食べなさい。じゃあメール紹介していきましょう。<はい S 1> 火曜オリヤはブーブーさ、えー、ん、PT アイム君、尿漏れ赤渕チ君、今日もクソ忙しいのに火曜日を聞いている豚骨中です。ありがとうございます。壊れたウォッシュレットのような放送お疲れ様。 <laughs> か今から会社の個別飲み会浦添・そえ湾会というメンバーで飲みましたすごいしょっちゅう火曜日飲んでるな、はい、毎回職場の飲み会は那覇で行われるので、うん、イライラした私たちはとうとうぎ野湾や浦添市えで飲み始めました皆さんは主にどこで飲みますか妻は飲み会が多くて文句言ったりしませんかでは忙しいのでまた来週うんありがとうございます、うん、基本僕はやっぱ那覇ですねで、えー、妻はもうだって飲,、うん、飲むのが仕事みたいなもんですからバーやってますし何も言わねいですね まあただ僕は那覇お店が休みの日に飲みに行くことが僕ほぼないのでだから実質飲みに行ってないですね俺も飲みに行ってないですね全然あ本当ですかもう全然行ってないですよやっぱ地元で飲むのがただ<う>んあんまり近いとそこは行かないよねだうちの近くに養老の滝さんがあるんですけどほ<う>んと近いすぎて行かないだからあれですよあのあ,あゆむさんですよね サービスしましまょううかっていい店員がいるところよサービスするかしないか聞いてくる店員がいるところよ <laughs> じゃあお願いしますって言いづらい <laughs> 言いづらいというかうん,うんどこかな <laughs> でもほんと最近飲んでないああの僕渋里に住んでるんですけど糸 <うん S 1> 満に先輩がいましてはい糸満で最近飲むんですよ家族でね日曜日ご飯食べながらいいね糸満楽しい どううだろうね結局お店の中行ったらどこも一緒だからないやいや食べてしまえば全部一緒みたいに言うけど <laughs> あちなんかあの知らないなんかりょプチ旅行に来たような感じ糸満かどういうお店だったんですかあそこはもううちのガナハベースにもよく来てくれる方で、うん、あのその人が一人でやってるんですけども、うん、料,料理が料理がとってもうまいあやっぱそこよねうめちゃくちゃうまいいちいちうまいっていうの本当居酒屋さんなんですけど、うん、だってこの前行った時お通しにお通しが う梅テイストのつゆそうめんよおそうめん、うん、シャレオツですね好きだろお前もうそうめんポッケにそうめん入ってるからな俺いつもハマってないってばそれ <laughs> えなんでハマってないの <laughs> 面白いでしょ <laughs> おや、ま、後ろポケットにそうめん僕いら場所じゃないわけよ <laughs> 横じゃないっすよ場所じゃなくてああ トマンだからプチ旅行知らない人もしかいないし道も分からないしトマンね道迷ってテンション上がったかね俺どこここっつってあ結構でもドライブは結構行くね僕はああドライブについてってまあ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 あやむさんブーブーさん大城さんこんばんはサカスですあっ赤坂サカスさん久しぶり東京東京でしたっけはい来週火曜日に沖縄に U ターン起床します ほへー、えー、来週火曜日に、うん、来週火曜日、うん、引っ越し作業の終わりが見えません引っ越しをお片付けがはかどる方法何かありませんかえ元彼が書いた私の似顔絵が押し入れの奥から出てきて呪いかと思ったおお<ー> <laughs> あ帰ったらガナハベースに遊びに行かせてもらいますねあありがとうございますあもう沖縄にじゃあでも帰省だからああ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 あ気象あああああ だから、ね、一時帰省なのか、帰ってくるようなのか、あ、まあ、帰省、あ、そっか,か、そっか。帰省、え、意味は故郷に帰ること。だから、<あ>沖縄に来るのかな。な一時帰省じゃないんだよね。うん、うん、うん、u ターン帰省って。うん、まあ、じゃ、向こうで頑張って。い,ていや、もう、東京長くいすぎたんじゃないですかね、赤坂サ,サカスさんは。<laughs> どうしたいいじゃん別にあ,れだあの県人会嫌いのが顔を出してるもう沖縄と東京のギャップが結局恋しくなっちゃってねその差埋まりませんから <laughs> 高い建物もないし <laughs> まあ、たなんかちょっとそういうとこではないと思うけどな目標を果たしたとかもうあるかもしれないじゃないですかああなるほどな。 東京でできることはもうやった目標だったことはやってただ何かとやっぱしばらく1年か2年以上は沖縄に帰ってきたところで地元の友達とかに東京と比較してトークの展開の仕方をするんじゃないですかねやっぱりね <laughs> どうしてもこれもうしゃあないですからね <laughs> でそんな嫌がるの東京に住んだ沖縄の人をいやいや例えばあの何先週話してましたあのパンケーキ ああはい、幸せのパンケーキね、えー、海かじテラス海かじテラスのね、うん、そこもあ結局東京のどこどこの赤坂のどこどこの,あのパンケーキも美味しかったよみたいなああるわけを行列ができるところがっていう遠くの展開はやっちゃいけないよいやいやもうこれはもう仕方ないですからね <laughs>、うん、あ赤坂坂さんのツイキャスで「マジで賢人会つらすぎて1回しか行ったことないですと」とじゃあお帰りなさい <laughs> <laughs> いいね、賢人から行くやつはダメなんだね。いいじゃないの。<laughs> あ、済むそうですね。もうね。お、じゃあオリジンライブにも。 ガナハベースにも近くあ,ます、ね、あしますねもう楽しみですローテーションに入るでしょうね、うん、えノーブレーキのお二人大城さんリスナーの皆さんこんにちはアルパカ姉さんですあ、アルパカさんありがとうございます、えー、唐突だけど<あ>ノーブレーキのお二人がワンピースの関係者ということで興味が出てきて今頃からワンピースを読み始めてい <laughs> あいいですね。古本屋で買っているんですが古本とか古着とか知らない誰かのお古、呂ダメな人いるよねはい僕ですね義理の母親もお古はあまり好きじゃなくて、うん、ウェディングドレスもレンタルしたがってなかった 前使った人の念みたいなのを感じるらしいお三人さん古着や古本は大丈夫ですかじゃあねバイバイああ僕古本は別に好きですねあれ古本もダメあの醤油こぼした跡みたいなのとかさあれを見るのが楽しいじゃない <laughs> なんかどういう人が前使ってたのかなとかうんもうダメだポテトチップスがねかけらが挟まってたりとかで, <laughs> であちょっと油分が染みてねああもう嫌だ <laughs> じゃ落書きとか見るのも可愛いじゃないですかなんかうん 僕は大丈夫ただ古着に関しては洋服は嫌だねうん古着も靴もだ靴なんて俺もほんとごめんなさいなんでボウリング好きだけどあのああ靴な靴レンタルシューズなあーあれなんでみんな平気なのって思うあのこれはね非常にボウリングのボールも一応デイジヤだからね買えばいいじゃんマイボールとマイシューズえみんなの指がえっ買えよマイボールとマイシューズそういうことだろ好きだったらボウリングそれを ぐらいは我慢できる。<laughs> それするぐらいだったら我慢。<laughs> じゃあ大丈夫だよ。<laughs> さっきもトマトすぐ食べた <laughs> <laughs> 本当にどうですか、皆さんは。大塩さんは。まあそ、うんまあまあ全く気にならないわけではないですけど、うん、もう例えば賃貸の住まいとかも含めて、ね、まあ誰かしらの降る。 とかっていうこともあるのでもう割と受け入れちゃうかなう結局この空気も誰かが吸った空気ですからね <laughs> そうそうだ <laughs> って考えたらおならって本当に最低最悪だと思うお前 <laughs> お前のお腹ののその人のお腹の中で作られた空気で期待でそれを吸うんだよもうおならってもう本当にいけないことだと思うけど俺うよ,よくやるんだけどよくしますよ えぐらいで終わるからいいんだって思っちゃってるわけ <laughs> 俺はもう絶対嗅ぎたくないわけ人のおならだろ人のおならだけどだからこの人の体内にずっといた期待でを、まあ、プンプーンってくるんですよもうおならはだからお前結構加害,が加害者側だからさ <laughs> だ,だから執行なまで大、うん、ね大中おならだと思うわけ チューは何チュってチュはないけどだから大小大小プー大小プ大プ大小プ大プ大小プー大プ大小プ大プー大小プー大小プ大小プー大小プー大小プー大でプ大小プー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 大小 あでオナラはもっと世間的に嫌われないといけないと思うあゲップとかもねあゲップもそう、うん、海外でゲップの方がひどいとかよく聞きますけど、ねうん、ゲップもだって自分の体内から出てきた空気ですからねんそんな人いったらもう愛せないよ人なんてまあでも愛してる人のものは全て好きですけどね、うん、ああだから古着あ僕は古着は嫌ですうんだからこれだからまあ,まあ誤解僕はですけどだから漫画倉庫さんで、うん 服買わないですねもうすごいたくさんあるもんないろんな種類<と> <laughs> まあ古着屋さんですからね、うん、考えられないですね <laughs> でもいいんじゃないヴィンテージとかさいや俺ヴィンテージのあんま好きじゃないね黒人文化よりというか,うんなんか新品が好き <laughs> あー あのキャップにシールが貼ってある,あるあ新品の証そですよ、ね。ということらしいですね <laughs> 新品要あでもそうらしいんですよ、えー、俺はだからあのよく、えー、ヒップホップとかのカルチャーでシールが貼ってあるやつあるじゃないですか。あれは俺は中古品じゃなくて新品を買えるほど、まあ、裕福だぜ自分はグレートなやつだぜっていうことから始まってるらしいんですよ。 そうシールはがさない俺はグレートなやつだぜっていうアピールがしたいのでやっぱ新品ですね基本やっぱそうよね人が使った靴とかもな帽子なんて持ってのほか持ってのほかよかぶってのほかよほんと別に細かい表現まあまあ文禄さんから高校生の娘と聞いていますあちょっと丁寧な言葉遣いなるほどおっぱい スポーツブラそっちのほがそっちのえお,おっぱいは多分高校生の娘さん受け入れてくれるけどスポーツブラは非常に失礼ですね、うん、ちっ言うはずピアスピアスボディピアス今流行ってないから、はい、じゃあ一度コマーシャルできましてまたまたメールの方を紹介していきたいと思いますそれではコマーシャル f m な7 8 0メガヘル はい、メール紹介しましょうこんばんは松村かおり推し浩太ですああたく君,君いきなりですが ONY4848 選抜総選挙速,表速報発表します ONY?、えー、沖縄吉本48ですね要はああの総選挙があるんだ僕が吉本沖縄芸人と AKB48 グループが好きすぎて、うんえー、勝手に作った非公式のグループですあうたく君個人的なそうそう,そうなるほどね,ほどねはい そして最近僕がオリジンに通うようになったので、O N Y フォーティエイトの姉妹グループとして作ったのが、O R G フォーティエイト、オリジンフォーティエイトです。ええ、投票は私が独断で決めます。頑張ったと、人気実力、パッション、センス、ええ、態度、態度。この態度っていうのは何回聞いても面白いすごいな。態度などが主に含まれております。で、ちょっとよ僕も要約しておくと、あのまあ48全部あったんですけど、少し時間の都合もあってまとめました。あ、そうです。ありがたいございます。今回のものは 沖縄吉本さんとオリジンさんの芸人すべて含めたランキング。なるほど、個人ですよ。個人です。じゃあもう、こうたくんの、もうこうくんが選ぶ沖縄芸人。まあ、エフジーさんいないですけど、ナンバーワンが決まるわけですね。見て、見てきた芸人の態度。ということですよね。まあ、ちょっといくつかを抜粋したので、続きお願いします。はい、え、じゃ、まずネクストガールズから発表していきたい。となん、なん、どういうこと、これは。ま要は、あの、四十、あいは。 まあ司会の方といったらあれだけど。あ、四十八位に漏れた方々。そういう表記なわけです、ね。なるほど、ね。えー、六百八十二票。この票もちょっとよくわからない。<laughs> まあ広太くんが一人で入れたんでしょ。<laughs> <laughs> でもね、これも端折っちゃったけど、四十八全部にちゃんと票があるんですよ。<laughs> だから広太くんなりのロジックがあって。<laughs> マックス何名いるのこれ。<laughs> <laughs> いや何万とかじゃないもう。うん、まあ、えー、どうぞ。六百八十二票。O R G forty eight チーム O 二四十八位。

続いて19位鈴川サーキットスーズだからそらく態度が結構重い態度がねスズは態度も爽やかですから爽やかじゃないからでしょ続いて選抜組になるんですかね16位以降16位以上トップそうそうもうかなり上位に近いってことですよ15位ノーブレーキ ブブあ15位なんだ俺13位初恋黒マニオ松田翔12位鈴川沙希ーおお。11位もうもういいよもうトップ3でいいっすよリップサービス緊張セブン。神セ神ンいきましょう神ンって言われてますよねトップ7は7位7位ウリズンザクラ中曽根俊介じゃ一応さ <laughs> 一応今の俺の気持ち言うともう2人出てるから聞かんでいいわけよ <laughs> <laughs> まあな俺とあイもも出てるからまあ、まあ、聞く必要ないわけよまあまあ聞きましょうかはい神セブン6位、はい、リップサービス江森康介おーおーおお5位初恋クロモニオンニーモト進4位小刻みインディアンのモーリーさんああよかった さあ続いてベスト3これすごいよね、うん、第3位はいお願いしますああんていうかはい潤選手 <laughs> おお<ー>続きまして第2位はい初恋クロマニオン比嘉健吾おおもうすごいトップ20に初恋クロマニオン入ってますねうん 1>、うん、第1位は ああお願いしますお願いします何て何をおっちゃんじゃなどういう気持ちで聞けばいいの誰なんだろう誰なんだろう小刻みでサーネえそうなんだいやもうこれタイプでしょ好きなタイプでしょなあサーネさんと俺サーネーさんよりこういうタイプあるいやいいよいい人人選んでいいよあの人はまあ確かにサーネーさんは 人気、実力、センス、態度はどこ見たのかな、まあまあ、なんか、遠頑張ったど、なんや、頑張ったどって腹立ってきた <laughs> 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 いや、でもこうたくんは、マジで、あのー、放送作家さんと同じぐらいネタ見てますからね。 だから一緒同じぐらい引けを取らず <laughs> どんどん今ランキングを下げようと今してるっていう中 <laughs> <laughs> くらいの我々がこれ金曜日最高でだ小刻みさんに送るべきメールさこれってそうねこれ小刻みさんにも送られたんですかいや ここに、あ、ありがとう。ここに来ました。十、え、二十位と。何でしょう。十五位かな。十五位と十三位ぐらいの。二十位と十五位の。のに託されたわけですよ。本当は四十八位全員と。ポイントがありましたからね。ああ、なるほど。多分ね、もしそれを全部紹介したら。一応どっかで面白くはなったはずなんですよ。これはちょうどこの時期に。やるんでしょうかね。まあ控えてますからね。a. K. B. の。沖縄でやるみたいだから。来年、あの。もうね。 1>, 1位になれるように頑張りましょうか、うん、はい、えー、ノーブレキのお二人さんお城熊さんおはこんばんちははいビッグワンのホルモン小髪ですが小髪さん先月グルメのコーナーで歩夢とせいちゃんさんが紹介していた天ぷらで有名なアメクテラスにかわいい女房と行ってきましたああ、そうねお二人の説明通り海の見える高台の高級な一軒家がレストランになっており店内も綺麗眺めも抜群そしてオーナーサザンスターの CM のまなみさんのお父さんの接客が超気持ちいい もちろおすすめのオリジナル天丼天山注文しました食事が届いてからも食材の説明を丁寧にしてくれて気分は金持ちの坊っちゃん気分サクサクうまいペロッと完食一番おいしかった天ぷらを発表しますどんどこ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 どんどこ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 ここここど キャベツの天ぷらです<ー>ら言ってましたねセイちゃん,もんお前も言ってましたねあと5個は食べたいですエビ天を減らしてでもキャベツ天ぷら美味しい美味しいですよやっぱりねエビ天なんて花形なの食後にコーヒーとデザートを楽しんでいたら超さすが有名なお店隣にの席に有名人がいたと誰だと思いますか<ー>皆さんまなみさん答えはブーブさんです行 <laughs> ってまいりました <laughs> <laughs> 本当に 入ったらコーヒー飲んでおりました <laughs> ホルモン小初さんと奥様が <laughs> バッティングしなかなかないよあそこで被るこいかぶ、えー、ブーブーです <laughs> そうあのはけ際にねはけるでも一応はもう席一緒ですけど10分ぐらいかぶってたんですようん、うん、だけどまあまあ目も合わさずってなってじゃあ帰りますって帰る時にあのう エモリさん嫌いですブブさん大好きですって,言って <laughs> 言お疲れ様でしたいつも遠慮がちで知人と会うと隠れる女房ですがニコニコで挨拶までしていました、うんまああほんといい方でした綺麗なビ、えール最後になりますがお店に入った時からホルモンとバレていて帰り際にオーナーと名刺交換に成功しましたほ<う>夜は会員制ですがぜひお食事に来てくださいとのことです、うん、超嬉しいあらまあセレブリティ歩のグルメリポリポレポートについて伝、えー、分かりにくい伝わりにくいのもありますが気になります行きたくなります 次は沈む寿司屋か綺麗なとんかつ屋さん行こうかな次のグルメレポートも楽しみです最後まで頑張ってくださいアメクテラス行ってきましたか行きましたよあのだいたチケットを使いましてどうでした僕まだあの天山は食べたことないんですよ申し訳ない言葉悪いですけどクソそうめえすもうクソそうめええマジで天ぷらの業界ですごいやっぱ有名らしいのよ天ぷら専門店みたいね言ったじゃん <laughs> 俺普通のレストランのイメージで言っ,てた,んで <laughs> 言ったじゃん <laughs> あだから天ぷらなんだと思ってたんですけど、うんまあ、ランチャーも天ぷらも1品 1> うん、うん、2>, 2品かな、まあ、大と小ぐらいの感じであって<ー>えー、何種類や9品のってるんですよえそんなに ?9 品ですけど、まあ、エビは3匹だから、えー、7種類ぐらい、うん、えー、すごい、ね、まあ6種類ぐらいかのっててボリューミーだねお。 あーもうマジうまかったな俺もキャベツが好きでしたねキャベツおいしかっただろキャベツだから単純にあのキャベツのざく切りを多分味付けしたものをそのままキャベツを何枚か重ねたものを揚げたやつなんですようんミルフィーユ状にしてるのかなそうそうそう,そうあ,あれ以上でも僕は山芋がおいしかったですねあ言ってたオーナーも山芋も天ぷらおいしいって言ってたであの丁寧に全部一品一品説明してくれるんですよ、うん うんこれはこの山芋でこうこうこうでこのタレと一緒。に夜も行ってみてだから。うん。なあこう挨拶して、ああどうもどうもってなって夜もぜひ来てくださいってこと夜も行きますよ。おっさんまだ。僕まだですね。僕先週はトントンジャッキーに行きました。行くねあれ嬉しいねやっぱりこうやって行くと。見ました？ダクト。お美味しかった。ダクトダクトなかったよ。あるて目の前にあれがダクトなんだよ。ダクトにも見えなかったのかもしれんな。カツカツと思って。 あのすぐ転がり込んで食べてたんで衣の薄さ見ました。美味しかったわ。あのあ<っ>えー、だからまあえー。 アグーとかなら1600円とか1800円だしそうじゃなゃければ1300円、はいうん、1100円ぐらいが価格帯なんですけど十分価値ありましたね<ー>し美味しかったです、ね、あぜひあのアメクテラス行ってみてください、うん、あのおすすめです <laughs> 食通をで、あのランチがこの天山盛り、まあ、一番グレードの高い2種類あるんですけど、うん、だから、えーまあ、ちっちゃいのと大きいの,この天山盛りがでも1300円ぐらいなんですよお安いじゃないお 余裕で僕がプレゼントした件ではどっちだったんですか大きい方、いい方でしたデザートとコーヒーもついていいじゃん最高あれね毎日行ってもいいと思いますいや本当にあ本当ですか大絶賛じゃないですか美味しかったボリュームもちゃんとしっかりしてましたしああすらしいまたぜひ夜も行ってくださいはいチケットよろしくお願いしますただで ねえー、ブーブさん、ムさん、大城さん、こんばんは、沖縄から遠く離れた場所に住んでおります、赤リと申します、えー。日本はもうゴールデンウィーク間近ですね、皆さんのご予定はいかがですか、沖縄もう暑いのかな、私の住んでいるアメリカ東部は、<ー>アメリカ海い、えー、アメリカ東部って言ったら、ミシシッピーぐらいですかね、えー、わかんない日中8度ぐらいで、まだ雪が庭先に残ってます<ー>マジにります。 久しく沖縄に帰っていないので刺さるほどの日差しブルーシールアイスクリーム改造されたチャリに乗っ,た、えー、乗ったびっくりするぐらい眉の細いではでも肌はきれいめなヤンキーさんたちに会いたい <laughs> 今もうでもいないんじゃない,な,い、ね、なかなか見かけないけどね <laughs> 肌綺麗ですか 3>, <laughs> 3年前ぐらいにウィリーの練習してるので,でいい気持ちになりました、ね、<laughs> ではまたお体にご自愛くださいとアメリカ東部かーあのピースの綾部さんがねアメリカに行くと。

<laughs> お前いたかな、うん、だから気持ちわかるなと思って俺もアメリカにやっぱなんかすごいザックバランとした憧れが,憧れがお前はスタンダップコメディーだからな <laughs> いやスタイルの話してるんじゃないのよ <laughs> だからあのアメリカのやっぱ何見てもやっぱおしゃれだし何見てもかっこいいって感じするもんね <laughs> だスタバとかスタバね日本のスタバってどうなんてとこあるのよ <laughs> いやいやねっ おおさん、ね、いやきっと日本のスタバの方がサービスいいと思うけどね、えー、なんつうのかな、ね、なんかわかるかなわ <laughs> かるよ日本でスタバ行くってなんかじゃあアメリカの行けよってなりません <laughs> <laughs> じゃあケンタッキーもそうなるんじゃない KFC <laughs> だったり、ね、マクドナルドもねマクド、A&W だったりだからそうなのよだからモス行けよってならん、もう日本人なら <laughs> <laughs> いや好きなのなアメリカのマックいけた <laughs> 食べたいの飲みたいの飲めようでいいじゃんまあそうなんだけどなんかやっぱねやっぱ本場アメリカちょっと憧れはあるね、うん、すごい似てると思う綾部さんの感覚にはすごい分かる気がする、うん、よかったです <laughs> よかったですね <laughs> もうちょい続けたいんれよもういいですよ、はい、締めましょよこのパックのアメリカの 警察官が車で張り込みしようときに食う中華のやつ<あー> <laughs> はいはいはい紙パックに入ってる中華のやつチャイナタウンで買ったあでパックに入ってるやつねあの逃走犯が後ろから車でビューンって行くんで、ね、<laughs> そう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 バッて放り出していくやつ <laughs> あれ食いてんだよそれに関しては中国行けってならないんだよおい <laughs> しいかなあれおい <laughs> しくなおいしくないのもいいんですよねドーナツ食いてー <laughs> け県人県人会で沖縄を懐かしむあのうちの人何も変わらない <laughs> ね<え>この浅さ浅いアメリカ感 <laughs> スタバー行ってアメリカ行きてーってことでしょうそうそうそうまあまあ、まあ、愛せしてー、うん、行ってみたいですね、えー、離れてると余計にね思うものです。うんうん オレジンの皆さん私のネット環境をもう直してくれませんかお願いですえ私は統合失調症というこれ来週読みましょうかこ東部の方ですまた別ですね統合失調症についてのメールが来てて統合失調症ちょっと重いテーマなんですけど確かに。調べてみたのでこういうのを知るっていうのもいいかなと思って来週 ちょっと紹介ささせてくだいよ結構内部な部分ですよねデリケート内部でいいんですかフェミーナ軟膏ですねデリケートな部分はでも触れることも大事ですから確かに逃げてばっかりじゃそして巻きましょうトマトい。トマトこちらシキナ農園のトマトだいたのであはいありがとうございますリスナーさん局に置いておくからぜひ取りに来てくださいよたくさんありますんでねぜひぜひおいしいんだから 一個五十円で販売しません。<laughs> はい、それではまた来週お会いしましょう。無料でいいですか？無料でじゃあ。<laughs> さよなら。一個一個あるからいくらになるか。<laughs> この番組は良い品をいつも安くビッグワンの提供でお届けしました。